ひるちゃんたち、シェリーのお風呂場が1周年を迎えてしまったよ。イエーイ。2020年の12月から始まりましたこのチャンネル、あっという間にって言いたいけど、すごい長かった1年もうやっぱり性教育を発信したい、どこで発信したらいいかな、やっぱり若い人に届けるには YouTube だなみたいな、本来ね順番で私の頭を動いたんですけど、何よりやっぱりそのこっちでこういうこと言いたい、こういうこと発信したいって思った動画を一生懸命作って、で出した後にそのアヒルちゃんたちからものすごいいろんなコメントをいただくことが本当に励みになって、結構ね実体験を書いてくださる方もたくさんいらっしゃったりとか、あと私がすごく個人的に嬉しいのは、結構ね例えばそのリアルな実体験を書いた人に対して別のアヒルちゃんがすごく優しいリアクションをしてくれたり、なんかそんなことで悩まなくていいよとか、そういうことをちゃんと素直に認められるだけ本当に素晴らしいと思うよとか、なんかこうお風呂場コミュニティみたいなのもできてったのもコメント欄を見ててすごくあったかい気持ちになりましたし、とにかくなんかもうみんなで作り上げてるチャンネルだなっていうのをすごく私も感じています。で、まあ、その中でじゃあ年内最後の動画をね、なんかどんな動画にしようかなと思った時に、まあやっぱり私の性教育のスタートポイントになったこいつら、ティナとデニース、忘れちゃいけないよね。このお風呂場を始めた時に、なんで性教育にこんなに関心を持ったんだろうか、どうしてこんなに必要だと思ったんだろうか、自分の性教育のこう原点って何なんだろうかっていうのをいろいろ考えてたら、すごく大きかったのは姉たちの存在で、姉たちにいろいろ教えてもらったことをまずお話ししようと思って作った動画がこれね。見てなかったらチェックして。まず次女のデニースと長女のティナっているんですけど、2人とも共通して一番わーってなったのが月経カップと最新の生理用品の回、これが何よりも周りのママたちからの反響がすごかったみたいなの。そんなのがあるって知らなかったとか、なんかあの動画を見てなんかこう生理用品絶対変えようと思ったとか、新しいのチャレンジしようと思ったって、そのうちの姉たちからすると、あ、知らなかったんだっていうことが結構新鮮だったみたいで、なんか割とね多分そのいろんな海外のサイトとか見たりしてると、そういう月経カップとか当たり前に広まってきてるものなんだけど、周りにいるそのママ友がみんなすごくびっくりしてたみたいで、だからあの動画を本当に作ってよかったねっていうふうに言われたかな。次女のデニースがお気に入りの動画なんかあるって聞いたら、まずリューチェルとの会がすごい好きだったと。まあやっぱりこの2人ともねおチェルのことがすごい好きなのねやっぱこうあの子のこうなんだろうな、オープンな考え方とかきちっとしてるところとか、ちゃんとこう考えを持って仕事してるみたいなところが2人とも尊敬できてるみたいで、私とリューチェルとのバーっていうやり取りが面白かったみたい。居心地がいい相手を見極めるにはどうしたらいいですか？いやなんかガチ感ちょっと待って、ガチ感やばい。あとデニースのもう一つのお気に入りはハリーと一緒に行ったお風呂場の社会科見学シリーズのハリーとラブホ、これねデニースが言うにはラブホをああやってちゃんと入り口からステップバイステップでこういう風に利用するんだよっていうのを見せてることによって、 あんな風になってるんだっていう発見にもなるから面白い動画になったんじゃないかっていう風に言ってくれました。じゃあ今度ティナはというと、ちょっとメモチェックしていい？何つったっけないっぱいいろいろありすぎたから。そう、まあ、実は私はまあ姉が2人いるんですけれども、その他にまあいとこのお姉ちゃんっていうにはすごい仲いいんですけど、そのいとこも実は私の月経カップの動画を見てこうちょっと生理のことをすごくいろいろ考えるようになったみたいで、このお風呂場チャンネルがきっかけで、ねえねえあれってどうなの、これってどうなのっていう話になった時に、なんかまあ私はピルを飲んでてとかで、あとなんかこういうのもあるし、こういうのもあるし、あと IUD っていうのもあってみたいなっていう話をしたら、私のいとこもミレーナに挑戦して、もう本当に嘘みたいになんか世界が違うって言って、うちのいとこはそれがすごく合ってるみたいで、だからなんかそれも
ティナ的にはすごい印象に残ってるみたいなんですよね。姉妹では結構オープンにいろいろ話すけど、いとことはそこまでやっぱり話してなかったのが、このチャンネルのおかげでそういう話がすごくできるようになったっていうのはすごく印象的だったって言ってましたね。あとはやっぱり、まあ私もちょっとね聞きづらかったんですけど、13歳の君たちへっていう動画、これね、これはもうめちゃめちゃ力作なので、ぜひ見てなかったら見てほしいんですけど、この13歳の君たちへどうだったってちょっと聞いてみたんです。っていうのはティナは一番上の娘が今まさに13歳、私の大切な大切なソフィアっていうね姪っ子なんですけども、もうまさに13歳だからやっぱり見てほしいなとも思ってたけど、多分13歳の子供がいる人にとってはすごくショッキングな内容っていうか、ちょっとねやっぱりこう辛い、見るのが辛い動画かなとも思うから、なんかこう見て見て見てとはちょっと言えなかったんですよね実は。でちょっとまあこの動画を作るにあたって、姉たちが1年間この YouTube どう思ったかっていうのを聞くついでにティナにあれ見たってちょっと聞いてみたんですよ。そしたらやっぱり見てくれてたみたいで、いやもうめちゃめちゃショックだったって。日本がもちろん性教育が遅れてるとかそういうのはなんとなくは分かってたけど、法律の面でここまで遅れてるっていうのは本当に知らなかったから、もう正直がっかりしたし、なんかもうものすごい恐怖が湧いてきたって言われて、なんかまあだから知ってよかったともちろん本当に思ったし、その動画を作ってくれて本当によかったと思うけど、やっぱり13歳の娘がいる自分としてはちょっと向き合いたくない現実だったっていうふうに言われて、まあそうだよなと思って、やっぱりそれでもこうちゃんともっといろんな話しなきゃなって思ったって言ってくれて、私の姪っ子とか甥っ子にも、まあ、時が来たらいろいろこの動画を見せたいなっていうふうに思ってるよって言われて、それはやっぱりすごい嬉しかったですね。なんかこうもちろん届く人にとにかくいっぱい届いてほしいっていう気持ちはすごく強いけど、周りの大切な人をね一人でもなんかこうもし守れたりしたら、まあ、本当に嬉しいなっていう気持ちはあるので、その話ができたのはちょっと良かったなと思いましたね。とにかくこの1年やってみて、でこの締めくくりとして私の一番近い人たち、ティナとデニースに実際どうかなお風呂場って聞いて、いろいろなんかこう聞けたのはすごく良かったですし、なんかやっぱりこうやりながらも、なんだろうな、大丈夫かな、このままでいいのかな、このやり方で大丈夫かな、伝わってるかなっていう確認ってすごい大事だなって改めて思ったので、ぜひねこの動画にはアヒルちゃんたちからのコメント、なんかこう今年1年間で、あこの動画一番刺さったなとか、この動画面白かったなとか、こういうのもっと作ってほしいとかっていうのを書いてほしいなと思います。そういうのを参考にまた1年間ここから2022年、なんかもっとじゃあこういう動画を増やしていこうとか、こういうのをもっと作っていこうっていう風にこうやっていけるのかなとか思うので、で今年の一番良かったのと別に、例えば社会科見学シリーズでこういうとこ行ってほしいとか、ここの中を見せてほしいとか、自分じゃなかなか行けないからこういうところを取材してほしいとかっていうのがあったら教えてほしいですね。あとなんかこう質問とか、こういうことについてもっと深く知ってほしいっていうのがあれば、ぜひその辺も皆さんコメントでどんどん送っていただきたいと思います。ということで1年間支えてくれて本当にありがとうございました。来年もよろしくお願いします。バイバイ。そして来年も続けられるように、いいねとチャンネル登録お願いします。